どうも、ベッキムです。今日は4月の21日です。それでは早速行きましょう。4月21日は何の日でしょうか？そう、正解は渋谷駅前に忠犬ハチ公像が完成した日です。そんな今日は日本語の検証シリーズということで、ビール×抹茶は美味しいかってことを検証していきたいと思います。あの日本酒で有名な木桜から販売された京都ビール抹茶で検証していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。さて、こちらが今回紹介する木桜の京都ビール抹茶になります。お値段は440円です。以前テレビで外国の方が飲んでるのを見て一回飲んでみたいなと思っていたこちらの抹茶ビールです。裏面のラベルを見ると、京都の名水で作られた抹茶の香りに麦のホップの苦さを楽しめて、あと味がさっぱりとした抹茶ビールというふうに記載があります。非常に楽しみです。早速開封して飲んでいきましょう。シャンディガフやレッドアイなどビールをベースにしたカクテルはよく目にすると思いますが、抹茶とビールは果たしてどんな融合をするんでしょうか。それではグラスに注いでいきたいと思います。どんな色をしてるんでしょうか。来ました、緑色になっています。予想通りです。緑は緑でもちょっと濃いめの緑をしていますね。なかなかのインパクトがあります。さて、実際のところどんな味がするんでしょうか。ベキムはビールがとても大好きなので、果たしてこのビールと抹茶がどんな融合をしているのか非常に興味があります。それではいただきたいと思います。おお、なるほど。意外にも後味がさっぱりしています。抹茶の苦さとさらにそれに加えてホップの苦さが加わって、ちょっと受け付けられないのかなっていうふうに思ったんですが、意外とこれは癖になりそうな味ですね。うん、実に美味しいです。この抹茶ビールとおつまみには何が合うのかなと思いながら今飲んではいるんですけれども、おそらく甘いスイーツなんかは良さそうな気がしますね。例えばどら焼きなんかが良さそうな感じはします。さて、最後の一口をいただきました。ごちそうさまです。さて、今回お届けしてきたこの京都ビール抹茶味はいかがでしたでしょうか。実際に抹茶の本場である京都ではですね、このような抹茶ビールを提供しているお店がどんどん増えているそうです。ネットで調べてみると、抹茶のパウダーをグラスの中に入れ、その後にビールを注ぐというようなレシピもいくつか紹介されていました。まあ実際にありかなしかと言われると、ベッキムはありな方かなと思います。緑茶以外にも最近はほうじ茶ですとか紅茶のビールもですねあるみたいです。ぜひ一度抹茶ビールを試してみてはいかがでしょうか。新たな味に出会えること間違いなしです。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。今後も日本のグルメ、そしてスポットなど多数配信していく予定です。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。